この間なんかね顔にできもんできてね皮膚科行ってきたんですけども、その皮膚科行った時に薬こんなにくれやったんですよ。これはもう薬の押し売りと捉えていいんではない。はい、お疲れ様でございます。今回炊飯器で作れるオニオンスープ、これを作っていきたいなと思います。はい、炊飯器レシピもね、今回で42回目ですけどもね、今回は、水を 0.5 合ですね。これを用意します。ここにもう玉ねぎ切ってきました。これを丸ごと入れていきます。そしてですね、ベーコンをカットします。ベーコンちょっとね、これほんまは2枚ぐらいでいいんですけども、もうめんどくさいんでね、全部使っていきます。あれめくれへんやん。厳しいな。ここカット入れましょうか。いや全然取れへんや。うわ不器用かよ。はい、いけた。このベーコンをこれ98円でした、ね、これをカットしていきます。もうこんなもん適当ですね。はい、これを炊飯器に適当に入れます。うわベーコンめっちゃ多いで、これ。あ、映ってない。こんなベーコンいい。スープの比率おかしいなってますけど、あーちょっと時間がないんですよ。ちょっと見たい番組が始まるんで、ね、ちょっと巻き気味でいきます。次にコンソメですね。これはもう1個で大丈夫で十分です。7個入り98円ぐらいでしたね。あ、これ一個ずつ包んでないタイプか。めんどくさいな。あ、いや、包んでますよね。やっぱり一個ずつ、この一個を。はい、これでもう完了ですね。ちょっとね、早くしないと見たい番組が始まるんですよ。ちょっと巻き気味でいきます。あー。はい。はい、これでスイッチを押します。5、4、3。そろそろ炊けてもいい頃やと思うんですけども、炊けたんでね、ちょっと早速確認したいと思います。多分ね、玉ねぎ丸ごと1個入れても火は通ってると思うんですけどもね。熱いな。おお、水分がめっちゃなくなってる。あ、これ 0.5 合ではあかんかったんかな。ちょっと皿に移していきますね。おお、水分が足りんような気がする。あ、ドロドロになってる。あ、これちょっと、あ、カメラ曇った。はい、ちょっとさすがにドロドロやったんでお湯をちょっと足しました。これはちょっと色が悪いですね。ベーコンの色が溶け出したみたいになってますけども、はい、それではインサートをちょっと取って、早速食べたいと思います。これ丸ごと入れるとやっぱ食べにくいですかね。これただ単にインスタ映えを狙っただけで、やっぱ切って入れた方がいいんではないでしょうかね。あ、普通にコンソメスープの味ですね。あ、美味しい。普通に美味しいですね。今回炊飯器だけでね、このポトフじゃない。オニオンスープが簡単に作れますのでね、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。やっぱちょっとベーコン入れすぎましたね。これやっぱ2枚ぐらいがちょうどいいと思うんですけども、ちょっと使い切らんとあかんかったんで、ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。